今回は、サブローじいさんが重要人物だと思っていた時期があった、に対する読者の反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。このおっさんが重要人物だと思っていた時期がありました。始まりのおじいちゃん。最初の意味ありげなこと言う人が実は黒幕。なぜ無惨が近くにいることを知っている、まさか。っていうか本気で鬼が襲う気なら家にいてもあんまり意味ないよな。実際俺鬼に女の人襲われてたし。岩の寺みたいに藤の香り焚いてたのかもしれん。一人山の中歩いてるやつと家の中に閉じこもってるやつなら前者のが襲いやすいだろ。狙われうる家の一つにこもってるのとその通り道長々歩くならどう考えても家の方がはるかにマシだろ。このおっさんも鬼は家の中に入ってくるって言ってるしな。本当に来ても炭治郎を体を張って守ったろうな。鬼滅の鬼にはあんまり関係ないけど、吸血鬼とか妖怪には家の中から招き入れない限り大丈夫みたいな伝承は多いよな。このおっさんがいなければ炭治郎が鬼にされて即鬼の大爆誕人類終了だったのだろうか。無惨様の気分次第じゃね、実際禰豆子以外血を与えてないわけで。かまど家はより一の血縁でもなんでもないけど禰豆子が人を襲わずに済んだり、炭治郎が火の呼吸使える上に鬼の素質最強とか特殊な素質持ってる家系だったってことでいいの？禰豆子炭治郎以外は死んでるので、でも親父も強いし血統が優秀なのは無惨も言ってる。作中で明言された設定ではないけど、より一が残した技術は全て疑似的により一を作り出す近づけるものなんで、火の神神楽でかまど家により一因子を組み込むことに成功してる可能性がある。根拠としては記憶や神質などの後天的要因が遺伝子に作用する設定とかまど家の髪と瞳の色。無惨様があと数年早くかまど家襲ってたら火の呼吸使うパパと遭遇してたと思うと面白い。無惨様しょんべん漏らしながら逃げそう。炭治郎は熊がそれなりの距離に来た気配察知して目を覚ますような化け物だからな。鬼なんか近づいたならもう家の外でなた持って待機してるだろうし、あの耳飾りつけてな。本当になんで無惨が出てくることわかったの？無惨来たのたまたまだよな。最後まで読んでもこのお口まで出張った理由は特に名言とかなかったな。別になかったからおかしいって話でもないけど、虫の知らせって本当にあるから不思議だね。炭治郎の家まで行った理由は知らんけど無惨がクソ寒い中テクテク夜中の山を道に迷ったりしながらうろうろしてるのを想像するとクスッとくる。親戚だと思ってる人もいたが単なる子供がいない寂しいおっさんだったという。よくある物語の導入部の演出だよね。鬼が出る、寂しいからかな？という日常から本当に鬼が出ることで段階を踏んで読者を引き入れる手法。正直黒幕系かと思ってたらただのいい人だった。無惨倒した後にかまど兄弟と再会して抱き合うのいいよね。自分も窮地の中のように抱きつく前逸。俺のおじさんになる人だし抱きついても問題ないんだってば。誰このおっさん？ってとりあえず指で触ってる猪之助好き。まさかラスト前でもう一回出てくるとは思わなかったわ。このおっさんが再登場しても大半の人が誰？って終わるだろう。したよ。炭治郎が家で無惨に襲われるのを食い止めた救世主のおじいちゃん。ただの身近な人の小さな善意が巨悪を打ち滅ぼすことに繋がったんだよ。MVP じゃね？このおっさんが呼び止めなきゃ無惨が勝ってた。この時代の MVP である。随分丸く輪郭がなったな。ほんの些細な善意が巡り巡って巨悪を滅ぼすの好き。長男の周りの人ってほんといい人ばっかよね。普通家の手入れまでしてくれんぞ。家の手入れや掃除までしてあげる素晴らしいおじさん。作中屈指の聖人。炭治郎たちのことよほど心配していたんだろうな。役割自体は超重要だろ。この人がいなけりゃ、第一話にして鬼の王が誕生してたかもしれん。まあ作中に大勢いる。誰か一人でも欠けてたらバッドエンドだったキャラの一人だよね。柱とか炭治郎たちとか刀鍛冶の里の少年とか浅草の旦那さんはどうだろう。凄まじい血気術だったけど、いなかった根性で引き止められただろうか。玉代が人間か薬を無惨に入れられなくなって積む、万全の無惨を数秒拘束する必要があるんであれ以外は無理。この人が引き止めなければ山道で耳飾りをした炭治郎は全力の無惨様にやられて血を注がれることはなかったんじゃ。その後に無惨様が近隣うろうろするとも思えないし一家は平穏に一生を過ごせたんじゃないだろうか。炭治郎だけ死亡ルートだと残りの家族が路頭に迷いそう。子供いっぱいいるんだし売るなりすればええやろ。人の心とかないんか？ナルトで例えると一楽のおっちゃんポジションだからね。終盤に一郎、二郎、三郎が駆けつける熱い展開かと思ったのに、
一郎、次郎は鬼に殺されたのかもね。第1話の小ネタを拾ってくれるワニのこういう気配りが好き。作品の主張と作者の思想が一貫している。より一が残したものと他の人たちの善意が無残に届いたのだ。最後出てきた時老けたなぁって思った。懇意にしてたかまど一家はいなくなってるし、本当に寂しかったんだろうなと。可愛がってた近所の子がいきなり行方不明に。家はおびただしいほどの血と惨劇の後に墓。とりあえず知り合いたちと家を片付けたけど帰ってこない子供二人。そりゃ不安にもなるし寂しくもなるわな。炭治郎が生きてるのは知ってたから帰ってくるって信じて家の管理してたんだろうな。普通家族皆殺しにされて行方不明になった人が帰ってくるとは思えんよな。鬼滅？さらっと流れるけど作中経過時間が割と長いからな。ナタグモヤマ戦ですら2年経過してるしな。主要パートがすぐ終わる割に時間経過すごいから感覚バグる。ルイ君に会う時にはそんなに進んでたのか。1話の時点から帰ってくるまで最短で3年数ヶ月か。正月前おそらく旧暦に始まって桜の季節で終わるもんね。事件現場の片付けを考えなくても、メンテナシじゃ家が住める状態じゃなくなるのに十分な年数だね。サブローさんも町の皆もほんと優しい。てか、住吉さん夫妻、歌さん事件の後よく済んだな。相当荒れてただろうに。正直ラス前で出てきた時、初見はあれ？誰だっけってなった。想定してたより兄弟との距離感が近かった人。炭治郎はわしが引き止めた。それだけでも MVP 級の大役だったよ。無惨を倒したのはわしのおかげじゃ。炭治郎、何か寂しそうだなぁ。止まってったろ。だから仮に俺はガキが嫌いなんだ。さっさと失せろ。出会っても結果は一緒だったと思う。鬼狩りいるから目立ちたくない。鬼はそれなりにいそうだからなぁ。夜道のこの子歩いている方が危ないのは間違いないだろう。鬼からしても一家全滅とか鬼殺隊にバレたら鬼狩りが派遣されてきちゃうし、雪吊りのがバレにくいから安全なんだよね。このじいさんもまさかドンピシャなタイミングで本当に鬼が出るとは思わんかっただろうな。無惨としては鬼の才能ガチャのためにいろんな家系で試したいから。鬼の被害に遭って家族なくした人なのかもしれん。おじさんの周りに人間に無理な所用を信じてくれる人と信じない人が半々くらいいて、具体的なことをあまり言えないけどかくまってくれたんかな。富岡義勇外伝だとかまど家のことを向かい山の炭焼き家族って呼ばれるくらい有名らしいからね。そら三郎じいさん以外にも人徳あるわ。かまど家は近隣の燃料供給を代々一手に引き受けてる家だろうから、顔が広いんだろうね。みんな性格いいから評判もいいだろうし。大正だから一家惨殺はさすがに地方の新聞沙汰になったのでは？まあでも墓を掘り返して検視した様子もないからな。やっぱり家族を亡くしたのって家族を殺されたからなんだろうな。三郎じいさんが炭治郎に夕飯をご馳走していたが、米だけではなくおかずもあって、かなりサービス良かったよね。食後のお茶が食後の茶碗じゃなくてわざわざ湯飲みで出してくれてるのにも驚いた。質素だけど美味しそうな食事だった。鬼滅の食べ物ってどれも美味しそうだ。懐からそっとおはぎを差し出す。海外の反応のまとめ掲示板でアニメに出てくる食べ物っていいよな。鬼滅の刃ってタイトルでサムネに無惨様の記事があったんで、あのうどんとかそばとか弁当の画像すごかったもんなぁ。って思いながらクリックしたら、アップされた4枚の画像のうち1枚が炭治郎の家族だった。そりゃ鬼から見れば食べ物だけども。まあ鬼狩りのことも知ってたし、マジで鬼の被害に遭ってた可能性はゼロじゃない。漫画の読みすぎで深読みしすぎるようになっただけよ。陰謀論信者みたいになってるんだ。重要人物なのは間違いない。